た、目指しているものに活かせると思って人物クロッキーを登下校時の電車でしているのですが、何かコツ、意識すればいいことを教えてください。あと気に入ったイラストの模写は自分の力になると思いますか？追記です。イラストレーターになりたいと思い始めたのが最近で、人物クロッキーの他に何をするべきなのかわからないので、クロッキー以外に何をするべきでしょうか？コツ。気に入ったイラストの模写は自分の力になると思いますか？なると思います。これは思います。これも確実になると思います、はい、どんどんやりましょう。模写いいですよね。模写いいですよ、はい、本当。コツ、登下校時の電車の、そうですね、喧嘩を売られないようにするとかまあ気をつけることですね。それは周りの目を気にしようってこと。あまり没頭しすぎると、とても何書いてんだみたいな、なるかもしれない。コツって全然ちょっと違いますけどね、これ。でもちょっと怖いですよね、そういう言われたらね。そうですね。結構電車の中って揉め事が多いですからね、うん、あ、そうですね、気が立ってる人がいる、いますよね、はい、なんかこう全然気づかないけど急に隣に怒ってる人がいるっていうのがありますからね、よくなんか電車乗るとなんかと揉め事が多いなっていうのはすごい感じるのでまあちょっとそれ気をつけながら、はい、クロッキーっていうことで気をつけること、うん、電車っていうのよりも、うん、クロッキーで気をつけることなんかないですかね。まあクロッキー、まあ短時間でやるわけですね、クロッキーって大体、はいはい、だからまあ結構線が主体になるのかなと思うんですよ、うん、まあ調子つけてもいいんですけど、ほぼ線が主体になる、はいはい、なので線がいろいろな線、いろいろ、つまりなんか何を書いてもボソ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 ってこう一定のリズムで書く人にならないようにというんですかね。全部同じような書き方にならないように、はい、ものを見ながら、はい、なんかグッと力を入れてみたり緩めてみたり、スッとこう大きくストロークしてみたり小さくキュッ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 ってやってみたりを、対象物に合わせて手がこうついていくっていうか、いろいろな書き方をモチーフ、はい、その人を見てチャレンジしてみる、工夫してみる、反応できる人、反応する、はい、あ、こういうモチーフだからっていう感じですかね。なんかちょっとアップにしてもらっていいですか、はいはい、例えばはい、ちょっと見えづらいけど、まあ、こっちがいいか、こうだな、うん。例えば、はい、なんかこの線をこう書いていくときに、はい、まあ、例えば小指の指先から、はい、なんかこう手首いって、はい、肘いって脇にいって、はい、胴体いって、こういう線の中で、はい、ずっと自分がなんか引きやすいなんか2センチぐらいのストロークを継ぎはぎ継ぎはぎ書いていっちゃうような。そういう書き方って、はい、なんかモチーフが何であっても結局そういう書き方をする人になっちゃうので、そうではなくて、うん、なんかこう物を見て感じた、なんか小指からこの手首までずっと一気にいきたいなとか、うん、まあ小指の付け根まで一気にいって次手首まで一気にいきたいなとか、うん、こういうなんか幅、はいはい、幅がなんかものに反応するように変わっていくといいんじゃないかなと思って、うん、なるほど、はい、手癖じゃなくて、うん、はい、観察が手にこう反映するといいと思います、うん、まあ書き方っていうよりも自ら工夫してみる必要があるってことですね、うん、こういう書き方がかっこいいとかじゃなく、うん、なんか意識を喚起していくように作っていくっていうことですかね、うん、そうですね。あとまあ結果的にうん、どういう絵が描けたか、上手な絵が描けたかっていうことだけにとらわれずに、うん、ものを見て感じ取るっていう感覚を鍛えてるっていう意識でやったらいいと思うので、うん、今言ったような例えば一定のストロークじゃなくて、ものに合わせてストロークを変えるって仮に決めちゃったとして、自分がそうすると、じゃあどういうふうに変えていこうかっていう着目でものを見るので、ものから導き出しますよね、その単位っていうのを。それだけでもその一つ注意深く見ることになるので、ものが対象が何であれ自分の一定のリズムで書いていく人って結局書き方がもう決まっちゃってて、ものを何であっても反応しない人になっちゃうので、やっぱりものをいろいろ人が変わったり対象が変わった時に自分がいろいろ反応できる感覚を磨いてるっていうことでいいんじゃないですか。いいと思います。僕のおすすめはやっぱりその特徴をこう楽しむみたいな、この人は丸い感じの人だなとか、細いぞとか、こうすごいシャープな感じの仕事できる感じだなこの人みたいなイメージを持っていくんですね。なんかちょっと疲れてるかなこの人は、ちょっと座り方がとか、この人シュッとシャキッとしてんなとか、まあそういうのでも表せると楽しいですね。なんかそういう楽しみがあると面白くできるんじゃないかなと思います。はい、追記最後、イラストレーターになりたいと思い始めたのが最近で、人物クロッキーの他に何をすべきなのかわからないので、クロッキー以外に何をすべきでしょう。イラストレーターになりたい人がすべきこと、最近なんだそうですね、まあ、いろいろあると思いますが、まずは、いろんなイラストレーターさんの作品を見たらいいんじゃないですかね。答えがかぶっちゃいました。あらそれって勉強っていうか、もう楽しみだと思うんですよ。そうですね。こういう綺麗だなと、かっこいいなと、でそれをいろいろ見ると、世界が広がるので、こういうのもあるんだとか、そうですね、でだんだんなんかこうちょっと初期の頃より、初期っていうかその最初はこういうのが好きだったけど、だんだんこういうのの良さも気になってきたとかその広がってきたりして、とにかく多くをまず見るっていうのは何事も勉強になりますよね、イラストに限らず。そうですね、好きを極めるっていうことと、あとその嫌いなものもよく認識しておくっていうことが大事ですよね。そのこれ苦手なんだよなもうどうしようもないですよねそういうのって、その内側から来るから、なんでこれダメなんだろうっていうのもよく知っておくといいと思いますよ。好きがどんどん極まっていくので、あと萌え系で言えば、やっぱりそのちょっとね、国境を越えて作家を見てみるっていいと思いますよ。やっぱりちょっと違うぞ、なんかこう、なぜこういう雰囲気になるのかなっていうのを楽しんでみるといいんじゃないかな。中国の人とか韓国の人とかもやっぱアップロードしてるんで、やっぱりその人たちが持ってる雰囲気っていうのと、その日本で今活躍している人たちの雰囲気ってなんでこう違っているんだろうかみたいな、ちょっと確かにそうですね、ありますね。なんかそういうところでその絵の不思議さというのを楽しんでくれると、その自分がイラストレーターになった時に、これをこうしてやるぞ、こう書くぞみたいなのに役立てられるかなと思うんで、やってみるといいかなと思います。そんなとこですかね。はい。YouTube コメント欄、質問待っております。ぜひぜひください。今日は以上になります。それではまた次回です。んじゃね。さようなら。